もし、かほこです。はい、今日はですね、私最近でもないんですけど、ちょっと前にベルシュカで、お買い物しました。近くにベルシュカの店舗がないので、オンラインでね、お買い物をしました。じゃん。もうね、バチバチに開けて試着もしちゃってるので、この袋もね、ボロボロなんですけれども、はい、イエーイ、イエーイ、ほほー、わー。で、個人的にちょっとびっくりしたのは、他の会社とね、ブランドさんと比べることってあまり良くないかもしれないんですけれども、フォーエバーとかでお買い物した時、オンラインでお買い物した時は、お洋服がね、ちゃんと包装されてたんですけど、ベルシュカは袋にバーンってそのまま入ってる感じ、こんな感じだったんですよ。まあ、畳んではあったんですけど、すごくワイルドだなって思いましたね、個人的に。はい、では紹介していきます。で、今回は4点お買い物させていただきました。で、全部セール品でございます。なので、もうね、売ってないと思うんですけれども、ごめんなさい。じゃあまずこちら、じゃーん、お花柄のスカートでございます。かわいいですね。私すごくお花柄が大好きで、こういうのに目がないんです。ヘリコプター飛んでるね。で、ベルトもね、ついててすごく可愛いなって思いました。で、クシュクシュクシュってなってますよね。なんかピシピシっていう感じではなくて、クシュクシュクシュってすごく春らしいですよね、お色味が。うん、芝桜かな、わかんないけど。はい、私は M サイズを購入いたしました。はい、はい、次どんどんいきます。じゃん、こんな感じのトップスでございます。かわいい、形がすごくおしゃれで、肩がね、ふんわりしててボリューミーで、とても可愛いです。で、前にチャックがあるので、着るときはチャックをこう開けて着てくださいっていう感じですね。で、後ろもこういう感じで伸びるので、とても楽ですね。で、綺麗にね、デコルテがね、出てくるんですよ。可愛らしい、女性らしい一品ではないかなって思います。で、こちらも M サイズを購入いたしました。で、さっきのこのスカートとも絶対相性がいいです。これ大好き。はい、次、じゃん、こういうね、チェックのデニムじゃねえや、デニム、これなんていう素材、よくわかんないね、っていうの、なんか英語だから素材よくわかんないけど、あ、ポリウレタンとかレヨンとか、なんかいろいろ入ってるらしいです。デニムでは全然ないですね。すごくチェックが可愛くて、ピンクも大好きだから一目惚れして購入いたしました。で、下はこんな感じでつぼまってます。で、後ろはこんな感じでベルシュカってなんか書いてますね。ポッケもついてます。あ、でもポッケはなんかフェイクポッケっていうの、物は入らないです。で、これもゴムが入ってるので、ビョン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 伸びるので、私みたいにぽっちゃりしてる方でも安心していただけるかなって思います。で、これ私38センチっていうちょっと大きめなサイズをね、買いましたけど、そんなにブカブカじゃなくてちょうどよかったです。で、このなんかガチャベルトっていうの、このベルトもね、ちょっと若作りできていいかなって思います。これもね、ちゃんとついてたのセットです。なんかロックな感じで可愛いですね。で、最後なんですけれども、これすっごく可愛いの。じゃーん、こういう黒っぽいグレーっぽいデニムは持ってなかったの。デニムといえばなんか青とかじゃないですか。青いやつは持ってたんだけど、こういう黒いやつは持ってなかったので、すごく嬉しいです。で、私が一番お気に入りのポイントはこのベルトっていうの、これがね、すごく可愛くってキラキラついてるので、なんかリボン結びとかして、玉結びなんとか結びして、キュッてやる感じ、なんかトップスをインして着るっていう感じでございます。裾はこんな感じ。後ろは本当のポッケがついてます。でも、なんかお財布とか入れて落ちたら困るので、私は入れないです。で、これはさっきのよりちょっと小さい36センチを買いました。すっごく可愛いです。はーい、はーい、今の声何？
ということで、今日の動画はちょっとサクッとサクサクッといったので一瞬で終わったかもしれないんですけれども、最後まで見ていただきありがとうございました。どのお洋服が良かったですか、コメント欄に記入してください。ということで、この動画が面白いなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。